日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。マクドナルドのなんかワールドカップコラボバーガー3種類、そしてチザチキン、いちごチョコパイの新作欲張りいちごパイ、そしてマックカフェのスムージー2種類とフラットホワイト、そしてあれカフェモカじゃないな、なんだっけを飲みたいのちょっと忘れましたけど、で今回こちらを食べてほしくリクエストをいただきましたのでお答えすることにしました。ありがとうございます。自分は正直スポーツにはほっと興味がないのですが、それでも美味しそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのケバブ風バーガーに代表して顔を見せていただきましょう。なんだか辛くて刺激的なソースが香りが漂ってきます。それではなんか食欲なるな、場所が悪い、仕方ない、いただきます。お肉もりもりで旨味たっぷりですね。そう言ってくれると嬉しいわよ。お肉もたっぷりで、ちょっとだけ入ってるピクルスなんて気にならなかったでしょ。あと名前忘れてたのはカプチーノ。カプチーノはホワイトフラッグより苦味が強いかな、大人向けのいい味わいでしょ。あとは贅沢いちごチョコパイで甘酸っぱさも感じられたし、チキンのコショウが与えた刺激もピリピリしてて食欲を誘ったでしょ。また私に会いたいと思う？それとも次はどんなハンバーガーを食べてみたいか、あなたも想像してみてくれるかしらね。今回のレビュー楽しみにしてるわよ。さあお願いね。ごちそうさまでした。最初に食べたケバブ風チキンバーガー、まあ、ケバブは羊のお肉で、羊のお肉は日本だとなかなか手に入らないのでチキンに代用してるんでしょうけど、でちょっとすみませんね、お腹が結構膨らんでるので言うのが遅れましたが、かなりソースに刺激があってピリピリとした辛いので、辛いもの特に唐辛子系の刺激がお好きなのであれば食べた方がいいと思います。反対に苦手だったら避けた方がいいかな。次に食べたこちらのワイルドビーフバーガーは本当に肉がモリモリになっていて、もう一口で入るのかなと思うぐらい、で玉ねぎもオニオンリングになっているので結構噛み応えがありました。小さめですけどしっかり存在感を放っていました。がっつり食べたいならこちらですね、文字通りワイルドですね。で唯一箱に入っていたコクうまカルビマックと、他2つに比べるとちょっと小さめなんですけど、カルビのとハンバーグのパテに、あれパテで終わったっけ、絡む甘辛いタレがお肉の旨味を出していて美味しかったです。ただやっぱり紙に包まれていないと手が汚れて食べづらいですね。そしてこちらのザ・チキンについては結構ピリッとした刺激が、胡椒の刺激が唐辛子のものとはまた違った美味しさを出していてよかった。最後に食べたこちらの欲張りいちご、ちょっと待ってくださいね、欲張りいちごは噛んだ瞬間にクリームの中からいちごの甘酸っぱさが広がってきて、さっぱりとさっくりとした生地とともにさっぱりとした甘酸っぱさを広げてくれました。ただジャムも入ってるって書いてましたけど、ジャムはどうなんだろうですね、いった感じです。で今回のバーガーの中だと自分はこちらのコクルバカルビマックがお肉を一番感じられて美味しかったので、まあハンバーガーね、マクドナルド側の代表としてはこちらを選出させていただいて5点とさせていただきます。一方マックカフェですが、まず2種類のスムージーは野菜の青さやマンゴーの甘さは感じられたものの、スムージーというよりはちょっと氷もシャリシャリ入っているのでフローズにデザートに近い印象ですね。グリーンの方も野菜の青臭さはそんなに感じなかったですが、やはりマンゴーの甘さの方が美味しかったです。でこちらのコーヒーのホワイトフラットとカフェモカ、モカじゃなくてラテか、なんだっけ、まあ何でもいいかは、どちらも結構まろやかな甘みだったんですが、ホワイトフラットの方がより甘みが強かったですね。なのでまろやかになりたいかそうでないかで分けてみます。カフェ部門はこちらのマックカフェ
マンゴースムージーが健康になりそうで甘さもあり美味しかった、一番良かったので代表として選出させていただき4点とさせていただきますね。というわけで本日はリクエストにお答えして、マックのマックカフェじゃないよ、マックマドナルドのバーガー3種を食べてみました。もしまたあなたも私に食べてほしい商品などありましたら、コメントにやコミュニティ、ツイッターの DM などでリクエストしてくださいね。ゲームのリクエストもお待ちしています。まあ必ず答えられるとは保証できませんが、ご視聴、本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。